はい、どうも、フォルクです。はい、A の方に腕前が上がりましたので、そのプレイ動画を後付け実況していきたいと思います。で、今回はね、2回昇格しましたんで、その2回分同時にね、まとめていきたいと思います。同時には無理ですね。はい。まとめてやります。ということで、ね、まず1戦目。まずこのノバブラスターを倒そうと頑張ってるんですけど、ノバブラスター、ボム投げますけど、ブラスターの方が動きが速くてやられます。僕が思ってる場所にいないっていう感じですね。もう動いてる。もうこっちにいる。こっちだ。遅い。こっちだって感じですね。はい。で、最初は確保される感じの展開ですね。はい。まず塗り替えしていく。とにかく塗り返す。ボムとか使ってね、うまく駆使して塗り返していきます。で、このローラー危ないけど、なんとかバリアが反応できたと。で、ビームが腐ってる。外しすぎ。で、OK、確保した。確保したら、まあ、塗り返しとか、それから、あと、周りとか、塗っていきたいんですけど、ちょっと、ブラスターがなかったね。ブラスターから逃げましたね、今のね。はい。で、なんか、スーパーショットが、めっちゃ撃たれてますけど。塗り返しと、周り塗りと、これは、あれですね、金網のところにボム乗せようとしたけど、塗り合ったパティーンですね。はい。パティーンとかいう言葉を僕が今、使いましたけど、これ。使うと思ってなかった人生のうちで一度も。パティーンという言葉を。どうでもいい。はい。ノバブラスター。またこの人か。生きれば。まあね、このゲームは死なない強さというのがありますから、死なない強さね。はい。生きればというのは誰しもが思うことなんですけど、その方にやられましたね。で、今、確保されてたのか。ここをちょっと狙われるときついね。ここのステージは。ここ狙われるの嫌ですね。すごいね。はい。で、また確保されてる。結構接戦ですね。で、バリアを張って無理やり塗りに回りますね。はい。でも、バリアを張ってもね、結構弾当てられると跳ね返されるんで、無理やり塗るっていう割に塗れないんですよね、結構ね。はい。おっと、いいとこにボム置いたと思ってんけどなぁ。また生きねばか。うん、でもまあ、ボムはね、相手の画面判定なんで、相手の画面で当たってなければ当たらないんでね。メインウェポンは逆で、自分の画面で当たってれば、相手の画面で全然当たってなくても当たったことになるんですけど、ボムは相手の画面判定ですよね。はい。まあ、そういうのも言っておきながら、ちょっとこれは突っ込みすぎ。一回引くべきやったね。うん。飛んでく、まあ、味方のエリア確保が素晴らしくて、はい、で周りを塗っていくという一環で、エリアの周りを塗っていくという一環で、あっちにボム投げ、こっちにボム投げってしますね。で、大体見れたかなと思うんで、上から俯瞰で見て、なんか適当に投げたボムが当たるって感じで、で、これは調子に乗ってるだけです。はい、一回当たったからってね。はい、完全に無駄です。無駄な行為です。はい、ね、調子に乗りなんですね、これね。精神年齢の低さが伺える。で、こうやってまあ適当にボム投げて、まあ結構ね、周り濡れてるし。で、このボムの分塗り返そうと思ったら、全然下にボムが落ちてくれないという、下手くそっていう感じで。はい。で、まあバリアを張って死なずに終わりましたって感じですね。はい。ということでね、全然自分の立ち回りが良かったわけではないんですけど、まあ味方のサポートがナイスって感じでね。はい。この試合は勝つことができましたと。はい。で、まあ、一応 A に上がるんですけど、すぐ落ちます。はい、すぐまた A-に落ちます。はい。それでまたね、戻ってきたんですけど、その時の動画がこちらですね。はい、ホッケフト。はい、2戦目ですが、この2戦目も全然いい立ち回りできません。先に言います。ということで、嫌な人は見ないでください。はい。はい。ということで、まあ、塗りを、まず足場を作っていく。ボムの方が、飛距離が強いんで、積んでるんで結構、ボム距離は。それで塗っていくことしてますが、あんまり上手くないね。うまいこと言ってない。はい。で、これ多分相手が爆発させるやろうなってことで、先に足場を取りに行きます。足場を取りに行きますが、ちょっと敵の方が上手かね。で、敵がね、下がってくれてますね、今はね。なぜか。矛を持って下がる人っていますよね。めちゃくちゃ。あれはダメですね。はい。下がるんだったら取らないっていうのが、まあ、基本だと思うんですけど。はい。とにかく、この、黄色にちょっと、塗られすぎてるんで、足場確保したい。
あ、これはあれですね。今のうちなら敵が全然いないんじゃないかと思って、グイグイ進めるんじゃないかと思って行ってるんですけど、普通に敵いますっていう感じです。はい。ちょっと根拠なく突っ込みすぎたね、今のは。はい。で、また奪われますね。で、ここからどうなんやってきて、あそこに保護がいるから適当にボムを投げて牽制していこうとしてますね。はい。ですが、まあ、ボムではなく味方のおかげで、あれが防げます。ゼローラーにやられますと。カーボンローラー上手い人は本当に強い。マジで。で、また奪われてる。でも速攻防いでくれる。まあ、相手の方もあんまり考えずに、考えなしに取ってる感じなんでしょうね。はい。で、ここの辺の足場塗りに、まあ、集中しますね。はい。なんで、この試合の時ね、僕、エイムがクソなんですよね。めちゃくちゃエイムがダメダメで、それ当てられませんかっていう感じになってる状況でのプレイなんで、とにかく足場を塗るとかそういうことしかできない感じです、今もね。はい。無理やり矛止めようとしていきますが、無理です。はい。バリア切れる前にちゃんと隠れる。で、なんか当たったんで、今打ちましたけど、何も当たらなかったんで、戻っていって。で、足場の確保ですね。足場の確保していきたいね。オッケーオッケー。で、奪って、そこにいるんかってことで、ここの人の足場作りをしてますね、今はね。で、ここをちょっとこれね、やってるときは、バリアが溜まってると思っていったんですよ。ほんなら溜まってなかったという、間抜けな感じのプレイです。はい。バリア溜まってないって分かってたらあんな突っ込みませんから。はい、すごい数のチェイスボムが来てます。で、ここ、ね、はい、はい、これね、これこれ。これがクソエイム。これがクソエイムというやつです。今の距離で当てられへんってなんやね。味方がいたからよかったものの。って感じですね。はい、で、またこれ奪われるんかなと思ったら奪う。味方がなかなか。いや、やっぱりね、自分がクソな時は味方が強いんで。自分がクソやのに勝つときはね。はい。で、まあまあまあ、もう足場塗りに徹しようとしてますね、これはね。で、また失って、今は何を考えてんねやろ。この敵を倒そうとしてるのかな？敵を倒そうとボムとかで応戦しますが、ここね、クソエイムやのにこんなんしちゃダメ。クソエイムやのにこんなんしちゃ、死にまーす。はい、死にまーす。死にました。何のナイス？矛を防いでナイス！味方ナイスですね。はい。で、これは、メガホンレーザーとか、スペシャルで潰したから、すぐ取りにくいなのボム投げたら、やっぱり来ましたっていうね。当たりに来てくれました。ありがたい。で、あと1分16秒か。まだちょっと防衛に走るには早いか。とりあえず割る。とりあえず割る。とりあえず割っとくみたいな。まあ、割ったら足場ができるからね。そういう意味では割っとるっていうのも、ありっちゃあり。で、敵が、そうそうそう。こういう時は後ろから来る敵を倒さなダメなんですけど、やっぱりエイムがクソなんで普通にやられちゃいましたね。これダメですね。今味方全滅してる、やばい。グイグイ来てる、グイグイ来てる。ということで、とにかくボムで牽制。ボムでとにかく進めないように牽制しようと思って、何個もボムをひたすら投げてたら、なんと、当たる。当たりに来てくれる。ラッキー、ラッキーキル。ということで、あと30秒。これは防衛に走ろうと思って、後ろに行こうと思うんですけど、おっと、足場がない。足場がないということで死にます。チェイスボム無理やり飛び越えていけばよかったですね。はい。ですが、まあ、残り19秒というところで、味方が矛を取ってくれたんで、これで勝てるかなとか思ってたら、まあ、また取られます。はい。ちょっとそっちに進まなくていいんですよね。はい。で、まあ、これは延長に入るんですけど、取ったら勝ちなんで、さっさと取ろうと思って、ひたすら必死で割って取ります。最高で勝ちですね。はい。ということで、まあ、成長日記やから取ってる感じですね、これはね。はい。なんもなかったら動画には多分しないようなプレイですけど、まあ、成長日記の一環ということで、動画にしてみました。ということで、まあ、これでまあ、大体最近は、A で安定してるんで、まあ、もう落ちないかなと思います。はい。ということで、A プラスになれるように頑張りたいと思います。はい。それではご視聴ありがとうございました。